会長になるにあたって、さまざまな一弁連の課題に関する、私なりの考え方っていうのものをこうまとめては政策提言してきたつもりなんですけれども、対外的にはこれほどまでに一弁連の初の女性会長というところに、注目されるというふうには思っておりませんでした。当選した後からの一弁連初の女性会長というところで、さまざまなところで取り上げていただいているということには自分でも驚き、そして逆に、そういうふうに取り上げていただいたことで、西弁連が何をしているのかというようなところが少しでも現れればというところで、やりがいはあるのかなというふうに思っております。